まずランクは8段階に分かれています。ランクマッチではシーズンというものがあって、シーズン中にアンリアルに到達するとチャンピオンには降格しないようになっています。そしてランクマッチをプレイしていると緊急クエストというものが現れるので、それをクリアすることで様々な無料報酬を受け取ることができます。ランクマッチは通常マッチと同じ武器構成になっていて、ストームなどの仕様も同じです。自分の初期ランクはランクマッチを1試合プレイすることで今までの実力なども兼ねて算出されます。皆さんはどのランク帯を目指しますか？ぜひ教えてください。